成人男性の顔を描いてみました。やっぱりこの赤や黄色のね、この生命感を表す色ですね。これはとても大切です。そしてあとは、やっぱりこの個性ですね。あるいは感情。そういうものも少し表現できると、一層楽しくなると思います。はい。いかがでしたか？最後までね、見てくれて本当にありがとう。インスタグラムやね、Facebook などのね、SNS もやっておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。次回もまたね、いろいろ書いてみたいと思います。楽しみにね、待っててくださいね。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。